TQ 中古車配送センター、テレフォンショッピング。今日はポーランドから輸入した一品をご紹介します。ご紹介の商品は1942年にドイツで製造され、ポーランド軍で使用されていました、鉄道用装甲車です。この装甲車、76ミリの砲台を持ち、12キロ先の標的も見事に撃破することができます。砲板も80ミリあり、多少の砲撃を受けても、中の操縦士や砲撃手は安全です。標準機仕様の製品ですが、要望にお応えし、狂気に回帰することも可能です。また、お客様の要望に合わせ、KQ1000系や346000系等に、連結できるよう、連結機を改造することも、可能です。馬堀海岸沖や須磨浦公園沖に、現れた、民兵を積んだ、どこかの国の不審漁船も、一撃で撃沈できます。また、生麦あたりで隣を走っている、に追い越されそうになった時、威嚇射撃をすることも可能です。今回おまけで、死者用に5両下で余った9000系中間車1両も、お付けします。これらすべて、送料込みで5億円のところを、ジャスト1000万円でご奉仕します。ええー、98% 引きではないですか。奥さん、いかがですか。防犯に有効な一家に、一両。俺を標的にするなぁ。ドブルイジェイに、やぁ、シリー、シビーディシチ。みなぁ、サブアート、シリー、エッティッシュシュツリスタ。今回はワルシャワの路面電車と、鉄道博物館をご紹介します。まず、ワルシャワは、町の中心を東西に、走るポーランド国鉄の地上路線の他に、地下鉄2路線と路面電車が、ワルシャワ中央駅を中心に、走る都市です。前回説明したワルシャワ中央駅は、郊外路線やバスターミナルの他に、路面電車や地下鉄もあります。これらに乗るとき、1日乗車券が便利です。週末割引等があります。この周遊券は、都市部のゾーン1内有効とその外側の、ゾーン2内有効があり、後者は26ズロチ、900円弱で、路面電車、地下鉄、バスと一部の郊外電車が、乗れます。切符を購入したら、路面電車やバスは車内の、バリデーションマシーンで刻印を、押してください。地下鉄は駅の自動改札に、投入してください。もしバリデーションしていない場合、検察に捕まったら5倍の、料金を徴収されます。もし捕まったら、日本に帰れなくなるわ。地下鉄の入り口は、M の形をしたものが多いです。1号線は南北を走り、2号線は東西を走りますが、2号線は延伸計画もあるようです。シュワイトリフィスカで乗り換えができます。2号線は繁華街から一通り踏んずれているので、乗客は少ないです。京都の地下鉄網と非常に、似ているわ。京都の東西線とワルシャワ地下鉄2号線、赤字だわ。路面電車は25路線あり、1、3、5両編成が走っています。その他、この路面電車、気をつけなければならないところは、日によって電停が通過になったり、発着電停が変更になったり、経路が変更になったりします。例として、4号線はかつて、南部のブイラノスカからブイスワ川を渡り、トルンスカ方面へ走っていましたが、2016年5月より、ブイスワ川を渡らず、15号線に乗り入れる経路に変更になりました。この路面電車プラッツザ・ブイスキー電停駅から歩いて、4分のところにワルシャワ鉄道博物館があります。ちなみにプラッツザ・ブイスキー電停駅は、ワルシャワ中央駅から7、9、24番に乗り、2つ目です。郊外電車でも中央駅から1駅、オチョータ駅から行けます。この博物館は昔のワルシャワ中央駅を利用したもので、入場料は12ズロチ、400円程度。中は、旧共産党時代の、鉄道備品や時刻表、制服、車両のモデルなど展示しているが、
外には実際に使用していた蒸気機関車や、列車砲などが展示されています。1940年ベルリンで、作られた、最高速度150キロの、猫耳蒸気機関車 PM35 や、砲台はソ連製、車両は第二次世界大戦前の、ドイツ製、鉄道装甲車があります。この装甲車、重量は1両で60トン、車長は 12.5 メーター、標準機仕様です。その他展示量は2面3線の、旧駅に50両ほど、展示されています。この博物館、1ヶ月に一度、ファンが持ち寄り、鉄道模型の即売会が、開かれています。HO ゲージや TT、タタ、ゲージなどが、販売されています。ウプ主、動力車付き客車3両、軍用客車2両、機関車1両とタタゲージ5本を、200ユーロで買った模様です。N ゲージは訪問した時、見受けられませんでしたが、皆さんもこの博物館、行ってみてはいかがでしょうか？この後ウプ主、ワルシャワ中央駅から、いよいよウクライナ国鉄の、寝台車で国境を越え、ウクライナのキエフに向かったようです。次回この寝台車について、説明します。最後に、ワルシャワを走る列車映像で、お別れです。Przystanek, park Trogutta.